母ちゃんか。僕の家族、4年3組。少しだけ僕の家族のことを紹介します。春になると毛虫がいっぱいで大変です。達成。うん、からそう見えるだけ。シラがすごいんだから、ほら。最近シワ増えとみすぐわかる。33歳設定ってそろそろ無理って言ったんでしょ。出るわけ。ありがとう。でも世の中ただいま。おかえり。鶏肉になればいいの。どういう意味。あ、おかえり。 100g で67円。安い。安いよね。まあ、聞いてんの。聞いてるよ。あ、おかえり。おかえり。おかえり。今どこらへん。腹減った。今日何。今日行ってよ。今日はカレー。クリアしてる。どうだったの。6000円。プラス掛け軸を盗んできました。ああ、もう今のなし。返して。私の愛情。油絵も彫刻もなし。それから宝石も時計もなし。これがもし本物だと我が家にとって危険だから燃やす。以上。燃や。いいんじゃないか。私立だって必要だけど。そっか。それも神山学園でバトンやりたいんだって。ネットで調べた。100万ぐらいか。入学の時に。そっか。行かしてやろうよ。厳しいから。じゃあネットカフェとか。いつもすいません。Thank you.
心配か。結局要は本物に近いか。難しいっすね。だってほら、さやかちゃんトイプードル欲しい。外科と一緒にしないでよ。嬉しい、ありがとう。豆しば。豆しば。あ、おかえりって。私はトイプードルがいいんだけど、お母さん豆しばが好きだったなって思って。やった、友達一人ゲット。今パーティー組んで戦ってる。いや、でも彼女はいるよ。彼女いるの。あすか姉ちゃんこそ。何？彼女に会わせてよ。どこで？うちに連れて。そうだね。僕たち家族が。心配してんの？アスカ。ジュモだって。あいつ口に。明日から埼玉まで。こんな人生になるって思ってた？子供の。だってそういうもんだろ、家族って。ありがとう。橋渡んなよ。俺もいるんだから。母親の手術用っていうのがな。さっきの借金を一生懸命返してるけど、まだ1000万残ってるとか。いいってわけにはいかないよね。母さんそっち方面詳しくないもんね。あ、セレクトショップ、白金あたりで服とかやばいところから借りちゃいましたみたいな。ああ、私ってなんて。別口不動産王のボンボン。嬉しい。本当ですよ。だってこ急に声が聞きたくなっちゃって。ご迷惑じゃなかったですか？はい。バカっぽいよね。母さんは演技派なの。仕込みなんです。金つばは私じゃないと。ぜひ。お前食ったことなかったっけ？わかりました、大丈夫です。実際にはこいつの親が持ってるんだけど、一家の月収だけど1000万だって。上と同情よ、覚えておきなさい。そういうこと中何？どうしたの？何でもないよ。まだ勉強してる。うん。変かな。お前何でもない。ちゃんと消防士になれ。もしもし、私今映画終わったとこ。どう巻き上げられると思う？私って腕がいいわ。今日遅いんだっけ？うん、思ったより笑いましたね。さあ。ティートゥカナエワガソースバトル。カモンは初めてじゃないでしょう。おいしいカモはね、ゆっくりそうして苦しませると、ほら、ちょっと遅いな。電話してみる。お疲れ。はあ、だとお前。さ、さつきさんっておっしゃるんですか？子持ちの結婚詐欺師ってどんだけ。どうしたらいい？仮
体が受け付ける容量には何とかするですね。金、大切な奥さんはお返しします。サツキと交換だ。言うならあなたも素人じゃないですね。分かってますよね。その一線は越えちゃダメだ。ただ脅すだけだよ。それで用意する。あの男、なめたろなんて笑っちゃいますよね。僕はね、騙されるのが大嫌いなんです。源次さん、本物に近いかっていうことより、大丈夫ですか？これなら俺でも騙される。高志のこと頼む。母さん、じゃなかったさつきさんでしたね。クズ一家の勢ぞろいですか。母さん、はいね、殴ったんだ。あ、家族を殴らせたりしないって。それを下ろせ。そいつ殺してどうなる。では次、森山くん発表してください。はい。森山隆、僕の家族は父さんとことを紹介します。父さんはとても頼りになる僕の自慢の父さん。名前と一緒に死んじゃうくらいなら押しなくて済んだ。貧乏ねえ、あの日って父親になれたんだって。ね、おっぱいが出るの。
父が張ったままお前を待っていけるのは。出てるんですよ、行き場をなくして。ママね、週末帰んないから。そういう目すんなって何度言ったらわかんの。便利屋さんの仕事をして頑張っています。いつも父さんが助けてくれるからです。漏らしたのか。ごめんなさい、ごめんなさい。だからお前また無償行きだ。それまでの間すいません。父さんが、父親と家族が集まる広い部屋があります。カーテン買いに行かないとな。なんか食うか。アスカ姉ちゃんはとっても頭が良くて許せちゃいます。母ちゃん残業で。うん、だって一番線を電車が。
前の方が美味しかった。僕はボストンがいいって言ったんですけど、妻に反対。努力を始めるだろう。そうなれば。今日は本当にありがとうございました。わかりませんが、僕は自分をその見つけたいと。なんだ。弟さんはしっかりしてるけど。君はこいつ。君の母親の遺伝だ。何言ってるのよ。純兄が学校休んだ時、純兄ちゃんが笑わせるのですっかり元気。父さん、あそこの壁ってじゃあ企業決裁を前に一進一退の動きにはなるだろう。はい。父さん、話があるなら。私は無理よ。サトシの学校の懇親会がある。やめて。警察に知らせるな。世間体があるだろう。この家や会社のことを考えろ。ですが、たまに純兄ちゃんがパワーを発揮します。フロアはまだ修理中。夕方銭湯にでも。まあここは俺たちだけだから。僕の母さんのことを書きます。名前はさつきって。そんな目で見えるからいけないんだぞ。うん？加藤、結婚するんじゃなかったってな。ちゃんとできねえんだ。で、みんな俺のことバカにしやがって。おはようございます部長。はい、元気にしております。悪かったな。1番線を電車が通過いたします。
お腹すい、本当に。だったらここにいていいから。私が勝ったら、君は勝ったら、じゃんけんぽい。ついてない。じゃあ罰ゲームね。お母さんに特技が牡蠣取り扱い。どう？うん。うんってないの？だからちゃんと男だもん。あ、その社長お気に入り入れ。そう、失敗。カモン逃げられちゃった。分かった。買えねえぞ。分かってんのか？分かってる。どうして？僕んとこもいろいろある。まだ来ないの？もうすぐ来んじゃん。どうぞ。あいつらもう張り切っちゃって。あげようと思います。僕は。大丈夫だから。준보一人の子ってどう？そうじゃないんだよ。みんな帰ろう。行こう。俺後から行くよ。今度は私が守ってあげるから。なあ純子、どっかやりなさい。無理だよ。お前がいるから母さんだって。潮時。
なさん。正当防衛ってことにしないと。我慢しろよ。左のところがモコモコってしてるやつ知らん。そう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 、お前の名前は。生意気な弟が一人いる。森山隆って33歳。父さん、この家の大黒柱、家族の役割。あっちに止めてるから。源氏さんがおし、そうか、あそこ行ってみる。父さん、よろしくお願いします。ただいま。